昭和23年の今日は昭和電工疑獄事件に関連して多額の金を収賄したという疑いで芦田元総理が東京地方検察庁に逮捕され小菅拘置所に送られた日ですね。この昭和電工疑獄事件というのは昭和電工の篠原社長が復興金融公庫に不当融資を行わせて政界に不正な金をばらまいたといわれる戦後最大の疑獄事件なんですが、そのために政界や財界の大立者が次々と逮捕されちまったんですね。そしてとうとう芦田内閣の閣僚にまで及んで経済安定本部長官古巣武雄氏、そして副総理の西尾末広氏までとうとう逮捕されて、ついに芦田内閣は総辞職ということになっちゃったんです。ところが11月28日に東京地方検察庁は芦田元総理を逮捕したいと衆議院に申し入れ、その許可を求めたんです。ここに昭和23年の今日、新憲法が公布されて以来初めて国会開会中に現職の代議士が逮捕されることになったんですね。記者団に囲まれた芦田さんは、心境は青空のごとしと言葉を残して自宅から東京地検に送られました。芦田さんはその後無罪の判決を受けましたが、元総理が逮捕されたということは明治時代に内閣制度が始まって以来の出来事として当時の人々を驚かせましたね。